君は下準備ができたか？ KRV に、ETC ETC ですか、プラスドライブレコーダーを取り付けるで、まあブレーキスイッチとかね、そういうところにエレクトロタップでパチパチとやって、まあ、取るというのも一つの手なんでございますが、まあ、それじゃああまりにもね、お金をいただく作業にはならないだろうということでですね。余計なことしていっぱい取ろうとしてるんじゃないのかって。そうなんです、まずここに USB のこれ、ね、コネクターがございます。本当はこことここがつながってるんですが、ここに配線を1個作ってます、ね、ここに防水のコネクターを使って、そして1個分岐してね、アクセサリーの電源がピーンとこうね、ピーン、あれ見えないですね、こういってうーっといって、そしてここにつながってリレーのスイッチと入ります。でその電源を入れると、ここにプラス電源が来ますからリレーが入ると。そうするとですね、リレーのスイッチが入ります。そうするとここに今つながっている電気がこれですね、ここね、これずっとプラスがバッテリーから直でつながっているのが、スイッチが入ることによってこっちに流れます。そしてここに3つ分岐してます。はい、まあ3つ用意しておけばね、ドライブレコーダー ETC、 そしてまあ、つけないかもしれませんが、グリップヒーターとかね、もし何かつけたいっていう時に1個余らせておけばね、できるでしょ。でアースはこっちに落としてると。で他の配線のアースはみんなもうどっかボディアースとかこういうところに落とすというやり方でいいのではないでしょうか。はい、あとはですね、こっからが本番でございます。さあこっからが本番だね、ETC インジケーターどの辺だ、この辺つけようかな。アンテナはやっぱりこの辺に、この辺りにつけちゃおうかな。そして、ドライブレコーダーの方にも GPS のアンテナがついてるんですけど、まあ、それもどっかその辺、この辺につけてね。多分GPS のアンテナダメなのかな、上じゃないと。まずいですね、どこにつけますかね GPS のアンテナね。はい、表じゃなきゃダメだとなると、この辺にステーをつけてちょっとペタッと貼るしかないですね。ただね、はい、あんまり見栄えが良くなくなっちゃうから気をつけなきゃいけないということで、まあ、とりあえずまず下準備ね、下準備が終わったところでこれから本番となります。さあ、これでやっとアクセサリーのね、うん、初めからこう、まあ、アクセサリー点検が来ててね、うん、そういう作りになってると非常に助かるんですけどね、まあ、なかなかそういう車両ってのはないよね。でこれちゃんとこうね、こうやってね、ちょっと純正っぽいでしょ、ね、こういうのが、ね、プロっぽく見える仕事です、ね、プロっぽく見える。もうね、なるべくプロっぽく見せようとやってるんですけど、なかなかね、はい、そうもうまくはいかないですけどね。さあ、脱ごうかな。暑くなってきたな。キムコのシャツを着てキムコのバイクを触る、これいいですね。はい、ね、そう、あ、それで乗ってこられてね、うん、やっぱり非常にいいとおっしゃってました。はい。ノーマルでこんなにいいのかって褒めておられました。はい、で、元っていうのがあるじゃないですか。後ろがチェーンでね。で、前に、なんかね、メーターがね、ちょっと違う、見やすくなってるような話をね、されていたので、メーターがちょっと見づらいから、見づらい時があると光が当たるとね、全然ほら見えない。ね。だからそれがちょっとね、残念な部分。特に不満はないとおっしゃってましたけどね走りとかに関しては何の不満もない。ただまあ、あえて言うならやっぱり燃料がね、あと1リッター多く入ったらやっぱりいいかなっていうのとね、はい、ただあんまりガソリンが入ることによって重くなっちゃうと、ちょっとそれはそれで嫌だなっていうね、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。ハンドリングに影響とかね、多少、まあ、いくら重心の低いところだって言ってもね、はい、うん、だからあとそのメーターの部分がねちょっとある。だから元っていうのが日本で売られるんだったらもうそっちに買い替えてもいいとおっしゃってましたから、聞いてますかキムコの、ね、社長聞いてますか、ね、聞いてないと思いますけど、はい、そのあたりでね、うん、どうなんですかね。でモデルチェンジしたらまた買い替えるとしてもこれの次のやつにっていうお話をされてましたけどね、どうなんですかね、はい、そうヤマハのから乗り換えられたんですけどねもうこっちの方が比べもならないほどいいっておっしゃってましたから、本当ですか
そうすると多分山川製とかそんなわけねえだなってね。まあ人それぞれ違いますからね。はい、確かにね、まあ、あんまり比べてもしょうがないんですけどね。走りに関してはもういいですよ。素晴らしい。やっぱり何でもそうですけど、ほらだってヤマハ自身がそれやってんだから、 T-MAX でね、エンジンをフレームにマウントするってね。でそれどうしてかって言ったらそれがいいからでしょ、ね、そうだ、そういうことなんですよ。だからまあね、それを小さいスクーターでやってるところがあんまりないっていうだけの話でね、あんまりじゃないから、過去にもうあんまり例ないんですよね、それそういうことやってるところがね。だからまあそういった意味では、まあ、キムコはねそれをやって、ね、台湾でも成功してるんじゃないですか、うん、と思いますよ、ね、うん、やっぱりまたこれが売れなかったらね、それで終わりになっちゃいますから、はい、やっぱりねこういうのは、うん、売れてほしいですよね、はい、私は思いますけどね、うん、部品がいっぱいあるな、本体どうだろう、あれ本体がない、本体あった、本体ですね、本体軽用です、軽用、ね、4本出てちっちゃいのね、これちっちゃいんですよ、これが売りなんだね、これね、こっち USB か、こっちは SD カード、 SD カードついてるのかな、ね、SD カードついてないとちょっと、あ、ついてる、よかった、32ギガがついてますね、純正っていうのかな、初めからついてるやつはちゃんと機能するからいいですよ。 この間私のやつに128ギガを入れたら、なんか、いまいちなんですよね。そう、いまいちで、あれ、ダメなんですよ。どうなんですかね、あれね。入りました。ね、入りました。ね、軽用って書いてますけど。両面ケーブル貼っちゃうと、もうどうしようもなくなっちゃうから、ね、こういう感じで。ね、はい、いっぱいあります。リアカメラ、フロントカメラ、パワー GPS、リモートコントローラー、ね、リモートコントローラーか、リモートコントローラーってどれだろうな、これかな、これがそうです ね、 これね、届きますかね、そうなんだよ、いつもそうなんですよ、届くかなっていう、届くかな、届くかな、試してみよう、結構長いで、これ近いところだとなんだこんな長いんだよと思うんですけど、やっぱりここにつけるのがいいね。どうですかね。ダメですかね。ここにつけたら。ダメだろ。上かな。上に貼った方がいいかな。わかりやすい。これだとスタート、やっぱ上だね。ここだね。ここに貼って、そしてここから下からそこ通して、で、いきますか。こっち側の方がいい。あ、まあいいや。どっちでもいい、どっちでもいいんです。はい、短いかな。足んないとまずいね。かー、まずいね。やばいですよね。やばいんですよ。足らないと大変なことになっちゃうんですよ。リモートコントロール。はい、どうしようかな。足んないとやばいよね。延長コードなんかもちろんないですよね。これカメラでしょ？で、カメラのコードはついてる。これなんですか？USB 刺さってる。説明書を読む、ね、説明書読まないな、まあ、接続の仕方、ね、接続ケーブル 2m、 これはカメラにつながるね。そう、カメラのケーブル自体は短いんですよ。賢いでしょ、賢いですよ。そう、これが長いと、あ、賢くないねってことになっちゃうんで、はい、リモコン2メートル、リモコンは2メートルなんだ。よし、そしたらこれなんだ。訂正の入ってますけどね。そしてちょっとね、どうしたらいいかな。まずこれは三つ葉さんの何なんだ、ね、そう、延長コード、カメラの延長コードが2本ですね。やって接続コードがね。そして GPS か、うん。そしてこれ電源か。
いやー、結構ヘビだね。ヘビです。電源コード、ね、これ電源コード、あれ？電源は、アクセサリーとプラバッテリーとあとマイナス ね、そうなんですよ。これ電源切っちゃうじゃないですか。だから、ね、カメラだからそれじゃ困っちゃうわけですよ。いきなり切られて終わっちゃう、ね、だからそれついてるんですよね。バッテリーも直接で、バッテリーエンジン切ってからしばらくはまずその終了作業をして、でバッテリーにあれしてっていうね、バッテリーの電気でね、で電源切るというような仕組みになってるはずですね。なってるはずです。そうじゃないと困っちゃいますね。 GPS でしょ、あと電源でしょ、4つでね OK ですね、はい。これ長いね、電源長いですね。ハードウェアキット、ただこれをどこに、この電源のなんか途中に入ってるやつね、はい。さて、どうやって行こうかな。あと ETC もあるからね、うん、配線だらけになっちゃいますけどね、はい。さらに、カバーの中に、あれを収めるっていうね、カメラを1個ね、はい、で取り付けたんですよ。だからこれが結構やっぱりこう形が決まっていないから大変。もうやり方がね、もうこうって決まってればそんなに大変じゃないんですけど、どうしてもこういうのって形がないじゃないですか。だから非常に面倒なんですございますが、どっから行こうかな。こっから下にそのまま行くか。来ました、お見えになりました。じゃあバイクを取りに見えなかった方がいらっしゃいますからね。はい、お願いします。